中共の脅威はますます広く認識されるようになりました。米軍統合参謀本部副議長は、中共が核戦争の準備を急速に進めており、そのスピードは予想をはるかに上回っていると述べました。また、コルビー元国防副次官補は、アメリカの国防戦略は、まず中共をターゲットにすべきだと考えています。 中国は今何百もの固定ミサイルサイロを建造しています数ヶ月前からメディアで報じられている商業衛星の画像でほぼ数週間おきにますます多くのサイロの新たな画像が出現しているのを確認できますちなみに中国はこれらのミサイルサイロの中に何を配備するかについては何の制限も受けません現在公開されている各武装の近代化はほとんど前例のないことです 米軍統合参謀本部副議長のジョン・ハイテン空軍大将は9月13日、ワシントンのシンクタンク、ブルッキングス研究所主催のフォーラムに参加した際に、中共の核武装は驚くべき速さで進んでおり、しかも何の制約も受けておらず、今世界の平和と安定に大きな脅威となっていると発言しました。中国は基本的に一晩でこれほど多く建造しました。 このことから、このスピードの速さによる脅威に、私は最も懸念を抱いています。あなた方がこの種の核能力を目にし、中国が先制不使用政策を交付したのを目にし、彼らが核を保有する目的を見たとき、あなた方は自分に問いかけなければなりません。なぜ彼らはこんなに巨大な核能力を建造したのかしかも、世界の誰よりも早く建造しました。 これこそが私が本当に関心を抱いている問題です。ハイテン空軍大将は、中共は尋常ではないライバルだと述べています。元国防次官法代理のエルブリッジ・コルビー氏は先日、自身の新たな著書の中で、アメリカの国防戦略は、まずは中国をターゲットにする必要があり、戦略構想と資源分配は、これに基づいて決定すべきだと指摘しています。 コルビー氏の著書の発売のタイミングで、9月15日にアメリカ、イギリス、オーストラリアの新たな安全保障の枠組みであるオーカスが発表され、オーストラリアの原子力潜水艦配備やインド太平洋地域の安定化の保障などで協力していくとしました。同日、中共の習近平総書記は、戦線省中東部隊の基地を視察し、戦争に備え戦うことに集中する必要があると述べました。 これについてアメリカを主とする国際社会の民主主義国家は中共への包囲網を狭めているため中共当局の焦りが露呈しているとの見方もあります。NTD ジャパンがお伝えしました。